わらばんしわらばんしは、明治時代初期の日本において、木綿ウエスやわらを原料に生産された、半紙版の用紙である。実際にわらを原料としたのは生産開始直後の、数年のみで、以降は、木材パルプや古紙を主な原料とし、一工で、さらし化学パルプ配合率40%未満の、下級印刷用紙に分類される、さら紙類を示す、一般名称として使われている。 サラ・ハン洋ヨーヴァン氏とも呼称される。洋紙の国産化を目指して設立された東京を吹きた、豊島郡王子村の製紙会社が1882年創業開始にあたって、名称の由来となった藁は生産開始数年後の1889年、五郎には木材パルプに切り替えられて使われなくなり、以降は戦前から戦中、戦後を通じ、 用紙の静止原料として、実際に、藁が用いられたという記録は存在しない。現在は、主に木材パルプとコシが配合の大部分を占め、さらし化学パルプの配合率が40%以下である、下級印刷用紙を示す名称として、一般的に用いられている。リグニを除去していないため上質紙に比べ、比較的短期間で黄色く変色し、長期間の保存にはあまり適さない。 皿紙の場合、明灰色で白色度50%前後、密度は 0.6g マイリッセンチメートル、壺量は米壺 48g マイメートルに程度で、軽量化以前のかつての新聞巻き取り紙の規格に近い。長く、社会や家庭で一般的に多用された用紙で、1960年までは消費者物価指数の調査対象品目となっていた。 以降も日本において当社ファックス印刷を含む当社版が各種学校等における印刷物や企業及び観光庁の事務現場で一般的に用いられていた1980年代半ばまで事務印刷の用紙として多用されたが1990年代に入り事務作業の応援化が進むと PPC 複写機で紙詰まりを起こしやすいことからその地位を上質紙にとって代わられ 製紙会社の受注量も減少した。現在ではコスト面における優位性も逆転しており、一般向け商品として取り扱う小売店は少なくなっている。なお、藁を原料とした和紙は古くから存在し焦燥印文書に藁はかみや波、藁などの氏名が載っていることから、奈良時代にはすでにあったとみられる。 現在でも笑い入りの和紙は書道用紙などとして生産されており商品名にわらばんしを含んでいるものもある。ありがとうございます。